よ。おはよう。おはよう、みんな。アイクもありがとう。ファイト。愛してる。かわいい。ありがとう。おはよう。ちょっともう時間があまりなくって、本当にちょっとで終わりたいと思います。すいません。ごめんね。今日ちょっと朝早いのに、結構ギリギリまで寝ちゃったのでごめんね。しかもさ、全然荷造りしてなくってさ、いやしたんだけど夜半分ぐらいはもうそのまま落ちたからさっきまで荷造りしてた。はや、あ、鼻声、もうなんかずっと涙が止まんなくって、目が若干腫れてる。はや、クマいっぱいありがとう。ラビューもありがとう。うん、鼻詰まってる。もう涙涙だよ。ちょっともうこの後すぐに、はい、私は向かいますので。うん、今日はね最後の日なので千秋楽、まあ、2公演あるんですけど12時16時でちょっと早めなのでぜひ気をつけてください。皆さん歌はありがとうございます。ぐちゃんまるさんありがとう。ね、もうタワーのお礼が全然かけてないからさ、しばらくさしばらくもうごめん本当にごめんね。もうちょっとね本当にねあまり時間がなくてごめんね。だからね、いやもうね今年はもう難しいわ結構舞台頑張ります。ラストなんでね、もう目がめっちゃ腫れてるのが一番嫌ですね。千秋楽終えたら、もう千秋楽終えたらとか言っても昨日の夜がもう本当にずっとなんかわかんないけどすごい感情になってさ、何なんだろう、なんかまあいろいろ話すのは後にとっておきましょう。そう、本当に素敵な舞台なんです。今日はねちょっと夜がねできるか分かんなくてね、うん、移動してお仕事がもう入ってるのだからね、ちょっともう舞台の余韻には浸れずはい、もう多分延延しながら、そうなんだからさ、パセリとね鼓舞しながらね、この期間めっちゃパセリと LINE した本当に。パセリも今日千秋楽なの。パ
セリも昨日ステージで、ね、なんかねもうね訳の分かんない感情になるんですよ。もうなんか分かんないの、なんか多分パセリとも一緒かもしれない。もうなんか訳が分かんないの、もうこのなんかよく分かんないのよく分かんない感情になるんです。あんまりそうなの。いやなんかね私ね劇中でも結構泣くの。なんかそれは結構なんですか、もうみんなの演技もすごくて涙が出るの。自分もやってて歌っててこの曲めっちゃ刺さるとかめっちゃいい曲だってなって泣いてたりするんだけど、もうでももう なんか何泣きなんかわからんぐらい終わった後も涙が出てくるの。もう本当に感情がよくわかんないんですけど、もうメイク、いやまだしてないの、これからなのよ。そうです、口がカッサカサ。本当に素晴らしい作品をさせていただきました。もう本当にもう本当に本当になんかあれですね、なんかすごくいい思い出になったと言いますか、うん、なんか思い出だけでは済ませていかないけど、なんか宝物って感じです。まだ終わってないんですけど、はい、自メイクじゃないよあれ。なんかねあのベースとかはまあ自分でやったりするんだけど、あとは全部ねやってもらったりします。 目元のメイクとか、濃いメイク。そうなの、でも照明とかが当たったりしたらちょうどいいの。舞台だしね、ステージ上のメイクは濃いぐらいがちょうどいいの。もうさなんか持って帰れないんだけど荷物なんかね、つまんなくってさキャリーケースに全然入んなくって、めっちゃ押し込んでたんだけど、なんかキャリーケース変形するんじゃないかなってぐらいねなんか全然入らないの。いや送りはしないんだけど、持って帰るっちゃ持って帰るんだけど、もらったものとかもあるし、そう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 、買い足してない、買い足してなくってさ、唯一さ洗濯ネットだけなくなったこの遠征を機に洗濯、やばいやばい、アラームが、洗濯ネットなくなったんですよ。なんか洗濯ネットだけ忘れちゃってて、普通にコインランドリーにで取り行ったらもうなくって、どこ行ったか分かんなくなっちゃったでもそう全然ネットってさ薄いけんさ、そんなにあんまりね影響ないね。ありがとう職員さん、中村舞です。ちょっと待って、ごめん、止まりました、止まったよ、今から休息時間張るわえ
これさ、これ匂ってるだけでさ、なんか鼻のさ通りが良くなりそうな匂いするんだよね。あ、大丈夫、今から貼るわけ、すぐ時間ね、お世話になった給食時間、これ本番前まで貼っとこう。太ももじゃないで、ふくらはぎ裏、ふくらはぎ裏っていうのかいね。冷た、見せれ、オッケー。あ、ふくらはぎの裏じゃなかった、ふくらはぎだった間違えた。あ、もう一枚ある。え、ちょっと奇数なんだけど、困るな。奇数だったらさ、もう一個どこに貼る、どこに貼ろうかな。嗅いでいこうかな、こうやって、ここら辺に。何、どこに貼ろう、あと一個切る。あー、なるほどね、ハサミがちょっとないんだ、切りたいけど。腰か首、あー、どうだろう、首凝ってんのかな。肩は凝ってんだけど2個いるもんな。そしたら腰か、私腰の方がいいかもね。え、でも腰ってどうやって貼る。いや、太ももにしよう。私なんかね、右の太ももだけめっちゃずっと切れそうなんよね。右の太ももに貼ろう。なんかね、筋がね、ちょっとね、切れそうなの。肉離れかな。ピキピキする。よいしょ。怪我とかは全然ない。なんかさ、私さ、足の指はすごい強くってさ、なんか頭シューズトラブルが一個もなくってさ、その足の指系のなんか筋とかは痛くなったりするけどね。そう、指は強いの。爪割れたりしてない、爪が伸びました、見てください。ガオーガオー、ちょっとね、ほら伸びたとこでも分かりづらいね。なんかもうね、マップ見ずに劇場に行けるようになったの。もう行かないんだけど、今日で最後なんだけど。場所覚えた。みんながさ、お経が流れてる、お経が流れてるって言うからさ、意識してたらさ、確かにさ、歩いてる時にうんにょんにょんにょんってさ、お経流れてて、おーおーお経やーってなりました。お寺がね、近くにあるんですよ。なの隣の隣ぐらいかな、隣、え大音量、確かに大音量お経が流れてて、にょんにょんは言ってないけど、そう、このテンションでにょん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 ぽくぽくにょんにょん、本当にお経やーってなります。
そう、そう、劇場がね、そっちか。わかる、うんうん、ありがとう。もう15分経つって、そろそろ時間か。わっ、タワーもらった。私、考えなしさん、待って、3個立ってる。考えなしさん、ありがとうございます。え、もう1個誰？ちょっと待って待って、いつ立ったのこれ。なんか気づいたら、え、4個ない？え、私バグじゃないよね。1、2、4つある、4個あるわ。だいぶ前から。嘘、待って、2位の人なの？2位と3位の人？で、合ってますか？あ、絶対そうだよね。だって今壇上が変わった。4位の人かな、じゃあ。ミッキーさんと、風と海とさんかな、合ってる？ありがとうございます。ありがたわ。もうこれいつの間にだった、今びっくり。今日も頑張ろう。今日日曜日じゃないの。頑張ろう。熊祭りってのがやってんだ。ありがとう。皆さんも良い一日をお過ごしください。朝配信も今日までか。今日までかな。てかね、普通に11月のね、あの後半の仕事はね、結構朝がね早くてね、ずっとちょっと難しくってね、多分ね朝できない気がするから、うん、そうなんだ。私普段朝やらない人なの。朝配信しません、普通。あの普段しないので。そうなんですよ。東京に来た期間、みんなが私が東京で一人で不安かなと思ってしてたの。だからもう朝配信は終わりです。はい、そうだから朝というやってたの。ちょっと舞台期間中はできなかったけど、あの何ですか、本番中はちょっとさすがに。ということで、私はそろそろ行かないといけないので終わりにしたいと思います。ちょっとね、今日のまたあれはね、言うね、なんかどうなったみたいなの、時間とか。ちょっと壇上呼ぶね。山道さん、よっちゃん、ごいちさん、しんさん、広島コーパセリさん、きなぺこさん、よしーさん、ぎょんきゅうさん、シーサーさん、ゆばしりさん、風と海とさん、ミッキーさん、考えなしさん。1位は福ちゃん丸さんでした。ありがとう。じゃあちょっと私は今からもう急いで準備していきます。皆さんも良い一日をお過ごしください。頑張ってきます。ありがとう、みんな。またいろいろあったらここに来るね。またね。
行ってきます。みんなも行ってらっしゃい。じゃあね。